本堂栗り及び客殿多宝登場土寺は、広島県尾道市東久保町にある新聞州、千入寺派大本山の寺院。三号は天宝林山。陰号は大乗院。本尊は十一面観音で、中国三十三観音令場第九番札所である。水古天皇十四年、聖徳太子が開いたとも伝えられる。この寺が文書等に現れるのは、 鎌倉時代中頃からのことで、鎌倉時代の初めには道東を守る人さえないという惨状だったが、鎌倉時代後期に、新言立宗系の僧で、永存の弟子、帝章によって中興された。その後、小中2年に消失したが、尾道の宇徳人道連、同政夫妻によって復興された。現存する国宝の本堂、多宝堂、重要文化財の阿弥陀堂はこの時再興された。 建物である。南北朝時代に入ると、各勢力が浄土寺を味方につけようと外語に努めた。現行の乱の際、五醍醐天皇は、住職に臨時を下して祈祷を命じるとともに、因の島の自刀職を寄進した。足利高氏は、県務3年2月、九州に落ち延びる際、浄土寺本堂で、先制挽会を祈願し、いくつかの自刀職を寄進。 さらに九州での戦いに勝利再起した、同五月五日に、再び浄土寺本堂に賛同して、一枚間の観音行を度教し、足利忠義や道見法師と共に、観音行にちなんだ三十三種の和歌を演じて、戦勝を祈願している。高氏は、その後、貧乏国の李想党を浄土寺境内に建流し、寺では、今も足利氏の家門、二つ引きもも寺門として、 使い続けている。今川両春も九州へ下る際、数ヶ月浄土寺に滞在し、軍備を整えたという。室町時代も下ると、足利氏と関係の深かった浄土寺の自運も衰えていった。近世に入ると落ち着きを取り戻し、潜入寺派に属しながら、尾道在住の豪商から外護を受けるようになり、庶民の信仰を中心とする寺院へ変貌していく。当地の豪商らによって、 元禄三年、北条、聖徳年間には、五摩堂、共堂、共法四年、食堂が建立された。三門を入ると正面に本堂、その右手に阿弥陀堂と多方堂が立つ。これらの中世仏教建築群に対し、境内西側には、北条、栗及び客殿など、層の生活空間である、近世建築群があり、庭園や茶室もある。 近世以前の寺院景観を良好に残す、境内地は本堂と共に国宝に指定されている。浄土寺が所蔵する、憲法着色、足利高氏将軍画像出展、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による、中国33観音令状8明王院9、浄土寺特別令状に四国寺。ありがとうございます。